トワイライトゾーンは2019年から2020年まで配信されていたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。1959年のテレビシリーズ、トワイライトゾーンの3回目のリブート作品である。1話完結のアンソロジーシリーズで SF ホラーファンタジーといった要素を持つ奇妙な物語が展開される。制作葬式はジョーダン・ピール、サイモン・キンバーグ、 グレッグヤイタネスラが務めた。キャストは各エピソードごとに異なり、スターゲストが出演するが、ホスト、ナレーターとして、ジョーダン・ピールが全話共通で登場する。アメリカでは2019年4月1日に CBS オールアクセスから配信が開始され、2020年6月25日にはシーズン2が配信された。日本では2020年11月23日から、 スーパー。ドラマ TV で放送されるや、アマゾンプライムビデオで配信中である。トワイライトゾーンのホスト、ナレーター、制作指揮を務めるジョーダン・ピール。キャストは、ホスト、ナレーターを除き、各話ごとに異なる。各話のキャストは、エピソードの項を参照。2012年12月、トワイライトゾーンの3度目のリブートのために、CBS スタジオは、ブライアン・シンガーを企画。 制作指式、監督として契約したことが発表された。発表の時点では、脚本家は決まっておらず、2013年3月7日には、作家と交渉中であることが報告された。その後2016年までに、サイモン・キンバーグとクレイグス・スウィーニーが企画に参加している。CBS は番組を、他のネットワークや、ストリーミングサービスに売却するのか、 自社のストリーミングプラットフォームである CBS オールアクセスで配信するのか決めかねていた。そうしているうちに、サイモン・キンバーグが映画、X、Men、ダーク・フェニックスの脚本と監督のためにプロジェクトを離れ、ブライアン・シンガーとクレイグ・スウィーニーも離脱したため、企画が宙に浮いてしまう。二千十七年十一月二日、CBS が CBS オールアクセス向けの作品として、 再び企画を進めていることが発表された。さらに、ジョーダン・ピールが自身の制作会社、モンキー・ポー・プロダクションズを通じて、エグゼクティブ・プロデュースを行うことを交渉中であること、またマルコラ・ミレスが、ショーランナーを務めることも交渉中であることが報じられた。2017年12月6日、CBS が本作の制作を発注したことが発表された。ジョーダン・ピール、 マルコ・ラミレス、サイモン・キンバーグ、ウィン・ローゼンフェルド、オードリー・チョン、キャロリン・サーリング、リック・バーグがエグゼクティブ・プロデュースを務めることが確定した。2018年9月20日、制作葬式のジョーダン・ピールが番組のホストとナレーターを務めることが発表された。シーズン1の撮影は2018年10月1日にブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーで開始され、 2019年3月20日に終了した。本作は白黒ではなくカラーで制作されているが、制作葬式のサイモン・キンバーグはオリジナルのカラオケバージョンをやっていたので、やりすぎずにオリジナルの本質と感性とスタイルを尊重するために何かをしたかったと述べており、シリーズは白黒でも視聴できるように制作されている。シーズン1は2019年4月1日に、 CBS オールアクセスから配信が開始された。4月29日には第2シーズンに更新されることが決定する。第2シーズンの撮影は2019年10月6日から2020年3月16日までバンクーバーで行われる予定となっていた。シーズン2は2020年6月25日に配信された。2021年3月4日 CBS オールアクセスが パラマウントにリブランディングされた際に本番組の打ち切りが発表された。本作のシーズン1は、批評集積サイトのロッテ点トマト図に87件のレビューがあり、批評化支持率は70%、平均点は10点満点で7.39点となっている。また、メトクリティックには37件のレビューがあり、過重平均値は60、100となっている。シーズン2は、 6点トマトずに21件のレビューがあり、批評価支持率は67%、平均点は10点満点で6.29点となっている。また、メトクリティックには8件のレビューがあり、過重平均値は57、100となっている。ありがとうございます。